制を務めるのは滝川西高校の堀田翔人キャプテンです。先生、私たちは今この甲子園球場に立てていることを誇りに思います。ここにたどり着くまでにはたくさんの厳しい試練や困難がありました。それを乗り越えられたのは仲間、家族、監督、そして応援してくださる多くの方々の支えがあったからです。幼い頃から真っ白なユニフォームが真っ黒になるまで練習し、真っ白なボールを真っ暗になるまで追いかけてきた全国の高校球児の思いを胸に、最後まで諦めず正々堂々と全力でプレーすることを誓います。平成29年8月8日選手代表、北海道滝川西高等学校野球部主将、堀田翔人。